コッペリア、コッペリアは、動く人形を題材としたバレエ作品、およびその人形の名前。音楽は、レオドリーブ。振り付けは、アルテュール・サン・レオン。現代は、コッペリア、あるいは、放浪室の目を持つ乙女である。初演での主役、スワニルダは、当時16歳のジュゼッピーナ・ボタッキ。フランツは、美人バレリーナとして、有名だったウージェニー・フィオクルが断層して演じた。 パリオペラザで1870年5月25日に、上演された、ETA ホフマンの物語、素直にヒントを得たもので、台本は、サンレオン自身とシャルルニュイッテルによる。素直は、人形に恋した男の狂気性を前面に押し出した物語であるが、コッペリアはその狂気性を抑え、陽気で明るい喜劇として、再構成されている。タイトルは、コッペリアであり、 バレエ作品では、人形のコッペリアやコッペリウス博士は重要な役ではあるが、あくまで主役はスワニルだとフランツである。場所はポーランドの農村。人形作り職人のコッペリウスは陰気で気難しく、村人から変人扱いされていた。彼の家の2階のベランダでは、コッペリウスが作ったカラクリ人形の少女、コッペリアが座って本を読んでいる。しかし、 村人はコッペリアが人形であることを知らない。コッペリウスの向かいに住むスワニルダは明るく無邪気な人気者の少女。村の青年フランツとは恋人同士である。しかし最近フランツは可愛らしいコッペリアが気になる様子。それに気づいたスワニルダは焼き餅を焼いてしまう。これがきっかけで二人は喧嘩してしまう。ある時コッペリウスは 町に出かけようとするが、家の前に鍵を落としていく。それに気づいたスワニルダという人たちは、好奇心からコッペリウスの家に侵入する。コッペリウスの家。薄暗い室内には、様々な人形たちが所狭しと並べられている。スワニルダという人たちは室内を探索し、コッペリアも、また人形だったと気づく。折り足く戻ってきたコッペリウスに怒鳴られて、 友人たちは逃げ去ってゆくが、スワニルダのみコッペリウスに気がつかれることなく、室内に身を隠す。そこへ知らずに、フランツも、コッペリ赤い痛さのためにはしごづいに、窓から忍び込んできて、フランツもコッペリウスに見つかる。コッペリウスは、当然怒るが、一景を案じて、フランツに眠り薬を混ぜたワインを飲ませ、酔っ払った、彼から命を抜いて自信作の人形。 コッペリアに吹き込もうとする。その一部始終を見ていたスワニルダは、コッペリアになりすまして、コッペリウスを散々からかい,いたずらの限りを尽くす。この大騒ぎに、フランツも目を覚まし、コッペリアの正体を悟って、スワニルダと仲直りする。村の祭りの日、仲直りしたフランツとスワニルダは、めでたく結婚の日を迎え、賑やかな祝宴が始まる。そこへ人形を壊されて、 カンカンに怒ったコッペリウスが怒鳴り込んでくるが、二人の謝罪と尊重の取りなしによって彼も機嫌を直して二人を祝福する。祝宴も本番となり、字、明けぼの祈り、仕事、結婚、戦い、平和と踊りが続き、最後は登場人物全員によるギャロップによるフィナーレを迎える。前奏曲とマズルカワルツ情景マズルカ情景麦の。 ホノバラードスラブの主題による変装チャールダーシュビス、隊長集曲感想曲情景情景情景、機械仕掛けの人形の音楽ビス情景情景種の歌と、情景情景ビス人形のワルツ、情景ボレロジーグ集章行進曲賞の更新曲賞の祝祭、リベルティスマンジのワルツ、アケボノ祈り仕事結婚戦い平和祭りの踊り、挿入曲、フランツのパスル集曲のギャロップ曲名はわけによって、 多少異なる。パリオペラ座では1958年の改訂までフランツは女性ダンサーが演じていた。ドリーブ作曲のバレエ、泉より前奏曲を転用。ありがとうございます。